はい、どうも、皆さん、すべかです。ということで、最近はね、あんまちょっと動画開けてなかったと思うんですけど、今回はですね、ランク戦の方、ちょっとね、見ていきたいと思います。はい、ということで、ね、知能上、占い師、空軍、調香師、傭兵ということですね。今回は僕、まあ、占い師使っているんですけど、初手は空軍を追われます。はい、ということで、相手知能上です。で、傭兵を監視して、あ、これもう傭兵だなっていうのを見つけて、で、治療が真っ先に、工場に向かってきます。まあ、そうですね、巡者持ち、血の女王ということで、頭おかしい、いつの時代の女王かなっていう感じなんですけど、まあ、初手を終わり始めたので、僕はちょっと、追いつけですね。はい。で、ここからチェイス始まっていくんですけども、さあ、女王さんは一体何を懸念してるんでしょうね。どこかにこれは出すのかな、鏡。さあ、これ鏡が出していきました。何？さあ、で、鏡を出されたのに香水は履けないと。はい。で、まあ、この人一応そのメーベールさんっていう方なんですけど、調香師がなぜか香水が履けないという気違い野郎で、で、普通に囚人をね、使ってるんですけど、なぜか囚人でチェイスをできるっていう、まさに気違いですね、いい意味で。うん、ないんですけど、あのパズドラじゃん、パズドラの人間じゃないんですよ、私今完成してるんで、ちょっと待ってくださいですから、いつパズドラで完成できるんだよ。はい、ってことでね、ちょっと巡視者をね、回避しつつって感じで、僕の方にね、なぜかちょっと移っていくという展開になってきましたね。さあ、で、ここからまあ歩かせながら待ち伏せするんですけど、はい、クソチェがかまし、クソチェを思い切りかましてますね。はい、で、これ、鏡を出さない。で、このまま突っ走っていきます。いやー、ここ殴られるのを懸念しなかったんですかね。バカなんですかね、この人。はい。で、ここで、まあちょっと詰められていくと。で、鏡のアンチポジというか、まあそこにいますね、今。お前を殺す。で、これ一気に倒していくと。いや、これ後ろに引き打ちされてたら結構危ない状況だったんですけど、それ懸念しなかったんですかね、これバカなんですかね。はい。で、このまま、黒をね、溜めつつっていうか、後ろ見るバーガー、で、後ろをね、見ないで、チェスすると、アホですね。で、板を。NHK をぶっ壊す、倒していくと。ハンターが雑魚すぎるってか、あおんな。で、チェスしていくんですけど、もう巡視はそろそろ溜まってくると。いや、相当うざいですね。で、これ前振りすると。バカなのかな。はい。で、まあ、どん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 チェイスしていって、で、鏡を乗せたから、ちょっと本体の近くに寄ったりして、ちょっと牽制してますね。で、これ一発もらいます。はい、ザゴですね。して。で、巡視者を出されて、袋まだ一匹も溜まってません。で、ここ巡視者出されたんですけど、乗り越えの時に、巡視者ね、ちょっと取ってしまって、はい。で、確かね、10秒かなんか、3秒かな、何秒かの間に巡視者って結構噛んでくるんですよ。なので、その秒数を測りながら、今やってます。はい。お前はもう、死んでいる。何？で、ぶん殴られて殺されていくと。下手くそだ。下手くそオブザイヤーで、こんなんラオリーだったらもっとチェイスできれば暴言。はい。で、釣られますと。はいはいはい。で、次はね、これ誰救助くんのかな、あとはね、グッブイさんが来てますね。指名手配ついてんだけど、まあ、救助来てくれるこの勇敢な戦士に、ね、拍手を。パンツ。で、この方にグッズイさんが来てくれまして、で、血の女王をね、まあ、牽制しながら何とか来てくれました。さあ、無傷救助、ナイス。で、これでぶん殴られていくと。銃で、銃で。で、ここは、まあ、温存目という感じですかね。で、このままちょっと逃げていくと。で、工場は地下っていうの分かってた。分かってた。工場地下じゃないっていうの分かってたね。工場地下って分かってた。行かないからね、逆に。頭おかしいな。で、これちょっとチェイス入れるようにね、まずこれ倒れます。てか、これ時間稼ぎたかったんで、まずこれ倒れます。はい、で、ここから、まあちょっとね、まあ、上り坂というか、下に下っていきます。はい、もう登山下校ですね、もはや。はい。何、うまくねえんで、バーが。で、このモコモコモコっていうね、クソ野郎が、はい、助けに来ます。こいつもクソ戦犯なんですよ、ね。まあ、勝率が低いっていうのもあるんですけど、結構勝率が低い人って、野良とかで勝率が低くなってしまうとか、まあ僕みたいなめちゃくちゃ上手い人とか、まあ勝率低くなってしまうんですよ、野良とかで。はい。まあこの人は、下手くそで勝率もはや低くなってますね。しね。はい。で、このまま、まあ、救助来てくれますね。ここ、まあまだ、だから弱体化来てない時の、まあ、傭兵なので、本当は、肘当てね、まだ歩いてます。で、これ、
あ、銃をね温存してた空軍が来て、で、あの傭兵もね、まあ、どっか行った感じですかね、まあ、これ殴られてちゃあんま意味ないので、で、まあ、僕はちょっと銃をね撃ちやすい場所というか、まあ、その銃撃ちやすい場所もクソもないんだけど、こっからが面白いですね。はい、こっちに見ましょうね、完全なこうで、相手はここの方にくるっと回って、僕の方で先回りします。で、その間に銃撃つというキチガイプレイですね。もはや土地くるってなって、一応ね、袋がもう一匹溜まっているので、そちらの方を活用しながらちょっと逃げていきたいという感じですね。ブクッティさん本当頭がおしいんですよね、この人本当。普通こいつ持っていくと思わないんですかね、やばいっすよね頭。めっちゃボコボコにユーチューで、巡視隊が案の定来ると死ね。で、いや待って、この人右下じゃなくて、あ、変な人格ですね。はい、で、これ乗り越えて噛まれて、で、これ多分鏡出すかな、多分ここら辺で鏡を出すと思います。はい、イエーで鏡を出されて、袋を使って、てかちょうど巡視が取れてっていう感じですかね。で、これちょっとモコモコがね、こう日壁してくれればよかったんですけど、その脳がないんですかね、日壁ができないと、まあ、一応 4VC つないでたんですけどね。で、これ袋が取れて、これで、あー、ナイス。で、板格子してるところを見ずに、そのまま突っ走ってしまって、鏡で、ワインデアっていうことで、今回はね、動画見てくれました。チャンネル登録を、今回は動画見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、これもよろしくお願いします。じゃあ、バイバイ。はい、2回戦やってきましたね。はい、今回ね、解説するのはブルーカーズこと変態ですね。はい、で、今回僕、傭兵使って占い師、で、調光師、伊吹さんということね、誰こいつ、はい、で、今回はですね、結構、マトカゲ相手に、ね、いいプレーをできたんじゃないかと思いまして、まあ、結構僕、最近、傭兵使ったりとか、まあ、占い師使ったり、囚人使ったりしてるんですけども、わりかし、認知3000超えて頑張ってるんですけど、なかなかね、一つに絞るってことができなくて、結構難しい現状であります。はい、天丼級学期で、本当に占い地盤ばっかり来て、もう本当にね、全然増えない。はい、で、これ、まあ、可憐でこうやっていくんですけど、これ殴ってしまうと。はい、なんで殴ったんだろう、衝動的なのかな、本当に。まあ、普通はマトカゲって、まあ、そうなんですけど、その、まあ、ジャンプして追いつけるときに、まあ、殴って、で、ジャンプして追いつくっていうのが、まあ、普通の戦法だと思うんですよ。はい、で、ここはもう調合戦うまいですよね、確実に読んでますね。で、これ、まあ、攻められてしまって、僕が、まあ、とりあえず、袋を持っけた方が、俺じゃねえ、これ俺じゃねえや。このおこたごさんが、まあ、袋をつけて、はい、なんで取るんだよね、お前。なんなの、その、なんか、よくわかんない仕組みが。はい、で、僕の解読してるところに、あ、そこ、押して、はい。下手くそなのかな、ジャンプの仕方が下手くそだよね、明らかに。もう。で、担当者は、そこら辺は歩き回ると。ゴミプレイだな。で、多分これ上振ってるんですかね、すごい痛まりが早いような気がするんですけど。はい、で、これ調光師は香水1個で60秒圏でナイス。はい、で、これまあちょっと先回りしようとしたのかな、今のヒップドロップしてれば確実に当たったと思うんだけどね、バカなのかな。で、からまあ調光師のね、ちゃんと見てっていう感じのプレイをしてます。うまいですね。はい、で、ここで院内入られてしまって、うわー、ここはね、落ちないのうまいっすね。これがハンターだったら落ちてるね。で、ここで、まあ、回り込んでいってっていうのバレてしまいまして、はい、結構この人うまいっすね。なんかちゃんとハンターのこと見られてるってうまいっすね。で、これ上下なのかな、このハンター多分上下瞬間移動で多分結構積もってないんですよね。結構そのハンター的には、力の的にはすごいきつい状況なんですけど、ちょっと解読が僕は全然上がんないと、はい、で、これ一発でブチコロ入ってる。この人全然ヒップドロップ使わないよね。その謎のこだわり何なんだろうって話なんだけど。で、これね、まあ、もはや1台終わったので、僕がちょっと待機してるって感じですね。その間なんでか知んないけど、こう、おこたこうしさんが、小屋を回復、で、エイムリさんが、このね、変な場所を回復、ちょっと言葉が出るかないね。で、まあ、ここはちょっと早めに救出しなくちゃなっていう感じで、ヒップドロップ警戒してるっていう感じですね。はい。で、下手くそな、やつを。ここ超ギリギリな感じで決めていって、めちゃくちゃうますぎる。で、これは
日課でした方がいいかなと思ったんですけど、逆にねこういう状況っていうのは占い師と担当者に解読させておいて、で他の人自分が救助行かなくちゃいけないっていう状況なんですけど、それちょっと僕把握できてないんですよね。うん、最近そう COA とかいっぱいやってますけど、立ち回りも結構そういうので学べるので、皆さんちょっとねおすすめです。はい、でこれもちゃんとタタタタしてますね。なのでこういう状況はもう解読こっちに任せといて、で救助するときに完全的に日課で挟んだりとか、まあそれでもね解読が間に合わなかったりとかしたら、まあ回復しつつみたいな感じのことをね全然した方がいいと思います。でも後負けなんでそういうのも結構きつくなってくる状況面ではありますね。はい、でここでちょっとフェイントかけつつみたいな感じで、まあ、こういう時もそうなんですけど、余計な強いところ肘当てをね使って、はい、もう決めていったりとかするのも結構ありかしね、フェイントになるので頑張ってみます。さあこれ僕に一撃が当たると、うん、でこれ通電ということで、うん、だったらそれ先に言ってくれよと、調光師の方に一発当てて、で俺が満タンの状態でいるっていうのが一番最前線なんですけど、まあさすがに野良だから分かってないんですかね。一応これ野良です。これ野良です。マジで。でこれ一撃食らってしまうとバカなのかな、うん、今こそヒップトップやるべき時ではないだろみたいな感じだよね。はい、でこれ開いて、で僕もねまあヒージャーで頑張って向かうということで、ね、今回動画見てくださいました。チャンネル登録これはよろしくお願いします。じゃあバイバイ。もっと感じのことをね全然した方がいいと思います。でも後負けなんでそういうのも結構きつくなってくる状況面ではありますね。はい、でここでちょっとフェイントかけつつみたいな感じで、まあ、こういう時もそうなんですけど、